はい、今日はですね、ジーニアスセミナールームのですね、まあ、クロマチ撮影で、使える、ね、バージョンでちょっとご紹介したいなと思いますので、こちらまあご覧いただいたらですね、分かりますように、こういう、ね、緑のグリーンバックで、できますので、クロマチ撮影という、ね、撮影方法でいきます。でここに、入っているのを、ね、後で合成して入れますと、まあ、いろんな、ね、風景の、映像撮れますので、でこの設備が全部これね、貸し出し、このグリーンのバックの、貸し出しできますので、ぜひね、この、こちらの方で撮影していただきたいと思います。人数も、まあ、2人とか3人、まあ、あと4人ぐらいまでね、全然、同時撮影もできます。はい、なんで、いろんなね、セミナー形式で撮っていただいてもいいですし、まあ、対談形式とかね、そういった形でも撮れますんで、また1人でね、やるのももちろんできますんで、そういった撮影ね、ぜひ、まあ、活用していただきたいなと思います。